皆さんお疲れ様です。タクです。今週も動画を撮っていきたいと思います。ということで今週もマスターよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはいはい。今日は本日もはい、まあ、引き続きタクショーということで、はいはい、この、動画も8月末までに、はい、1000回再生してもらえるような企画を、はい、考えた時にタクチャンネルで一番再生されてる企画動画が、うん、色とり忍者だったんです。ああ、マカロンね、はい、マカロンとのコラボということは、我々世代で人気だったテレビ企画にチャレンジするのはどうかなと思い、うん、では本日の企画、はい、ほぼ100円ショップ大体操。おお、はい、100円ショップ聞いたことあります。はい、羽飛び、はい、はい、世代ですよね。まあそうね、俺どっちかっていうとまあめちゃイケですけど、改めて企画内容としては、はい、これからいくつか商品をご用意します、うん、商品、はい、はい、その商品が100円の品かそれとも高額商品か見抜けないと自腹で買い取りという企画になっております。なるほど、まあ、この企画一人では1000回ちょっと難しいかな。一人じゃ絶対俺が高額商品とって終わる。それじゃダメだろ。少し盛り上がりに欠けるのではないかと思い、はい、ゲストの方にお越しいただいております。そうなんです。それでは、はい、あのね、コラボを前やらせてもらったんですけど、はい、まあ、こう歌ってる人とかグループとか来てもらったんですけど、まあ、僕ね、日頃やっぱお世話になってる人は僕一人で活動してるので、まあ、こうサポートミュージシャン、僕ピアノ弾いてくれたりギター弾いてくれたりって人たちがいないと成り立たないんです。そういう人たちともやっぱコラボしたいということで、今日はチームタッグ、チームタッグなんですけど、まあこの2人が一緒のステージに上がることはまあないんですけどないですか、はい、まあ、同じ楽器なんでね、なんですが、今日はお二人お呼びしておりますので、では登場していただきましょう。本日のゲスト、三宅慎太郎さんと横川裕太郎さんです。よろしくお願いします。いやいやいや、ちょっと待ってよ、僕は数字持ってないですから。じゃあ数字持ってないですから、数字ないです。チーム2人は面識あるんですよね。いや、もちろんありますよ。大丈夫ですか。めちゃくちゃ仲いいですから。あ、そうなんですか。そうなんだ。そもそもなんですけど、お二人とたくさんの関係みたいなだったり。関係ですか。はい、関係はあのビジネスのお金の関係です。ダクトの三宅さんは多分初期、もう多分8年前に、僕がいわゆるカラオケの音源を流してライブをやってたんですよ、ずっと。でそこで生楽器でライブやってみたらどうって勧めてもらった時に、最初にこうギターと鍵盤を1人ずつ紹介してもらった鍵盤が三宅さん。でも本当に僕が本当20歳そこそこぐらいから知ってるのがこの人。この間6月のそれこそワンマン、三宅さんが仕切ってくれておりましたので、もう頼りになる気分。キープです、はい、キープです。ほぼカットなんですか。ここですか。ここはもう全カットです。ほぼとかないです。でも湯川さんは、うん、いつって言ったら去年の12月とかだったね。去年の12月か。いや、全然覚えてない。じゃあ、 時期が覚えてなくて、湯川さんはきっかけはコンテスト。そうですね。僕はコンテストをちょっと一時期いっぱい受けてるので、はい、ちょっとこれ、まあ、三宅さん長いんで、まあ、やっぱライブってなったら鍵盤この人、あ、こうギター誰とか、まあ、三宅さん連絡をやっぱ最初にするんですよ。僕の曲全部知ってるしね。で三宅さんがダメでした。でいろいろこうやっぱ知ってる人がダメで、誰か知ってる人いないですかって言って紹介してもらったのがやっぱ湯川さん。はい、うっくんどうみたいな、うっくん結構いいよ、うっくんとやってみたらいいじゃんっていうことで湯川さんを紹介してる。でコンテスト、そうです、コンテストでしかやるみたいな。いや、それコンテストの関係。いや、そうです。でもね、タク君と出たコンテスト全勝ですから。全勝です。はい、ありがとうございます。湯川さんのいるコンテスト落ちたこと1回もないです。そう、落ちたことしかない。今日はじゃあちょっと、まあ、さっきほぼ100円ショップだったんですね、企画発表されましたけど、今日ははい、昔してるビジネスの中でお金持ってる方に来てもらいましたね。あのビジネス関係っていうのも、あ、そうそう、僕がなんとなく分かってる中で、この人たちはお金持ってるなって、高額商品を買ったっ
て、はい、痛くもかゆくもないよう言いますわいう人に来てもらいましたんで、では、はい、準備してる、ほうほう、じゃあ撮りましょうか。そう、ここじゃないのか、はい、あっちか、はい、よし、じゃあ言いましょうかちょっとなんか俺のチャンネルを引っ張っててくれてありがとうございます。それでは撮りましょうか、せーの、ふいよいしょ。いやー、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。これが、はい、ジャンプ今3回ジャンプ裏でよ、自分でちょっとだんだんみんな年齢が年齢なんでジャンプ一つでも一苦労ということで許していただければと思います。で、これが、はい、ほぼ100円ショップの商品、はい、ご用意させていただいた商品になります。全部で何品ぐらいあるんですか？14品。 14?4 週ぐらいぐらいで、なるほどね。100円なんだよね。はい。大多数は。はい。いや、ちょっと怖くないですか？怖い。なんか何個かは、あ、多分これ100円だろうなっていうのは。あ、怒る。そう、目星はついてるんだけど。そもそもそも、100均って行きます、うん、え、行く行く。行くんだ。行くし、あの、TikTok とかで流れてくる、絶対買わなきゃ、そのダイソーのみたいなのよく見る。あ、見るんだ。あるんだよ。そういうので見てんだ。結構ダイソーとか100均ってなんか発明品多いから。うん、あ、そっか、そのなんか、なんかコメントのやつとか。あ、はいはいはい。そうか。いや、僕マジで行かないから。いや、今結構怖いんですよ。もう。なるほどね。でも何とかはマジでわかんない。わかんないですよね、普通に。いや、まずは順番を決めていただいて、そこから、ここはもう僕からとかじゃなくて、もう公平に。だってもうね、じゃんけんで行った方がいいでしょ。なるほど。勝った人からにしましょうか。じゃあもう、せーの、最初はグッ、じゃんけんぽい。お三宅さんから、じゃんけんぽい。うわさん。じゃあ、三宅さん、うわさん、僕の順番でいきたいと思います。これちょっと見た方がいいんだよ、これ。確かに。カードでしょ、これ。はい。ミュウツーだよ。これ高いんじゃない？これ高いよ。ちょっと待ってよ。これは100円で手に入る。いや、あと、あんなこんなこと言いたくないけど、予算大丈夫なの、このチャンネルの。ちょっとオーバーしてる。度外視してるよね、絶対ね。怖いわ。あれ、僕、単純にでも、これ欲しいけど。ああ、そういう実用性がある。これは。なるほどね。大丈夫ですか？こういうのだって、結構ね、0100なところない。まあ、割った感じどうですか？軽くはない。確かに。まあ、100均でもね。これ何ですか？これ何ですか？あ、確かこれ何かとか教えてもらえるの？はい。ガラスを綺麗にする。ああ、いや、でもなんかちょっと100均っぽい。いや、これ逆にちょっと高いんじゃない？クリアワイパーですね。クリアワイパー。なんか見たことない。作りがちょっとちゃんとしてる気がする。そうか。これはアイマスクか。あ、もうなんか思いのほか似合ってる。確かに。いる、これ。いるでしょ。いるよ。いや、もうこれよ。それ本当にいいんですか？ちなみに、これ先に聞いてるのか分かんないですけど、はい、14品あるじゃないですか。はい、そ高いと言われる、100円ではないものは、どのぐらい入ってるんですか？現段階では教えられません。なるほどね。あ、じゃあ、こわ。こわ。これでいいよ。いく？おー、かっこいい。こちらの商品は、100円です。おー、よかった。さすが。だからでもさっきの話でダイソーはね。そうですよ、ダイソー行きますし。行為されてるみたいで。なんかこれ、書いてある。書いてある。これ、どうなんだろう。これさ、形ちょっと凝ってないですか？凝ってるよ。これ作るの大変なんじゃないですか？ねえ、これちょっと。でも皿とか、カトラリーです。好きなんですね。確かに。これで言うと、これは多分100円です。あ、そうなの？僕はそう思います。そうなんですか？いやー、多分ですけどね。100円じゃないかなと。ステンレスチール。あー、でも確かにね。お弁当とか料理とか好きだよね。お料理好きですね。弁当とか。いや、これ普通に出してみましょう。これ中に大丈夫です。あ、大丈夫です。あ、なるほど、スキルね。でもこれが普通におしゃれですよね。なんかいいと。これはちょっと弁当までは作んないから。ああ、単純にいらないな。これ、僕は欲しいけど、100円じゃない気がする。おー、なるほど。多分ね、300円とか500円の気がする。そんな、そんな具体的に。僕はこれにします。ああ、でも、ちょっと濃い。いる？
いらないかも。いらない。じゃあカトラリースプーン。はい。はい。こちらの商品は。100円です。いやありがとうございます。まあ、なんとなくはちょっと聞いてないですけどね、私。いやー、もうね、今2人の聞きながら、マジで分かってないんですよ。これとか僕100円だと思ってるもん。ああ、じゃあ行ってみたら。いや、弁当作る。確かに作んないですね。これは、それ何にしだろう。あと、誰も触れてないけど。手拭い系でしょ。こういうのってでも意外と100均にも、まあ、これは僕も100円な気がするね。どうする、これめちゃくちゃいい、あのもう一点物の、いやそうよね。これにします。よろしいですか。はい、手拭い、これは100円です。はい、こちらの商品は100円です。おお、よかった。めっちゃ怖い、やっぱ言われる瞬間。え、よかった、100円。はい、ありがとうございます。では、2周目、はい、お願いします。宮城さんで。はい、これちょっとね、怪しいんだよね。機能結構怪しいんですか。あれ、定規だし。そう、これ液体は何だろう。水平顔。水平、水平。結構いろんな色が詰まってる。これちょっと怖いね。でもちょっと怖い。なんかこれが100円だったらすごいなっていう感じはする。うん、え、こんな便利な世の中なんだよ、100円って言うわけですよね。100均、そしたらちょっと尊敬しますね。ねえ、そんな感じする。なるほどな。でもここつなぎ目があるんだよな。ちょっと待ってよ、目線がなんか黒いと。こういうなんかすごい高いやつちょっとなんか削り出しが綺麗だったりするのかなと思ったけど、どうだろう。まあ、さ、誰も触れなかったそれね。これな、東京リベンジャーズ緑が、アクリルキーボードこれじゃないですか。これな、どっちに転ぶか分かんないよね。これ誰なの。確かにこれは誰なの。でも、無駄になんか可愛くして確かに、確かに、ね、シャモジみたいな。ああ、じゃあいけるかも。いらんのよ。いらないですよね。使わないで。もういいや、これにします。うわー。はい。結構高いよ、これ。もっちりフレンドアイマスク。もっちりフレンドアイマスク。はい。もっちりフレンドアイマスク。はい。よろしいですか。はい。あ、もう、つけてね。こちらの商品は。100円です。おぉあぶったー、よかったもん。ここから、ここからそれ、ここからそれでいく。マッチングが何も見えない。そうですね。おい、これな、怪しい商品が多くなってきたんだよ。やっぱそうね、みんな安全をこう取っていくから、徐々にこう、これがね、一番怪しい。これはね、怪しいし、だって、あい、なんか、わかんないですよ。これはやめとこう。わ、これとかは意外と、あの、ルアーだからちゃんと刺さる。ルアーか。いやでもなんか、釣り行く人します。いい顔がしない。そう、だから、いらないのよ。これ尖ってんのかな、これな、そう。あと、謎の刻印ね。謎の刻印ね。これ怖いね。謎の刻印が一番怖い。確かに、あの、しかも、29472JP って書いてある。29472JB だろうな。なんかここすごい綺麗じゃない。綺麗、なんか、なんかね、20、30の円とか。芸術家が作るお皿ってこんなにあえて逆に綺麗じゃないものなんですか。ちょっとさ、なんか人間味のあるものが陶芸とされてません。ちょっとなんか、その陶芸のでも種類にもよらない。そうなんですか。多分僕全然知らないで今つけちゃったり。うわー、これもうちょっと青でもいい。もうちょっと青でもいい。ちょっとこっちに。まあまあ、これは確かに、ね、ちょうど B 欲しかったの。あ、そうなんですか。そう、ほら
あの今飲んでるあのなんだあの名が良くなるサプリが袋に入って飲みづらいからこれに移し替えたいなって。なるほどなるほど。これはさすがに100円じゃない、うん、見たことある気がする、うん、まあそうっすね、よくありがちな、ありがち、ちょっとちょっとこれ今じゃねちょっとひよってますね、ひよってるから一旦これにするわ。 OK、 そしたら僕はこちらの商品にいたします。はい、外れたらめっちゃ面白い、これでいいじゃないかね。めちゃくちゃ面白いけどな。ではこちらの商品、100円ではございません。マジか。来た。嘘、待って、いくらなの、嘘でしょ、これマジか。これ絶対100円だと思った。ちょっとなんかあれとかゴム印とかある、逆にいいですか。はい、はい、あ、いくらですか。こちらのガラスキャニスター。ガラスなの。はい、こちらの商品は0円です。待って、セーフ、セーフ、セーフだ、セーフだけど0円ってすごいよ。0円打ち出しってこと。ゴミです。まあ僕結構これはいけると思ってます。僕って言ってもサラリーマンなんですよ。はいはいはい、はい、ベルトと触れる機会はあります。こんなに軽いことないです。確かにそれはちょっと思った。こんなに軽いことないです。僕がサラリーマンになることを証明しましょうよ、ね、これで僕がサラリーマンになることを証明しましょう。これサイドステッチベルト。ん？サイドステッチベルト。サイドステッチベルト。はい、こちらの商品は100円です。あー、よかった。よかった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 。サラリーマン。では、3週目。はい。8品中。そうだ、まだ1個も出てない。はい。3品が。高いの。はい、僕の商品です。マジか。ちょっと待って。こん中の 3? はい。うわ、わかんねえ。これが高額なものとかあるの？これが100円な気がするんだよな。まあ、150円とかで説明あるか。はい。ヤミの生産系でしょ。そんなに現実とかある？100均だけでなく、あのリサイクルショップとかいろんなとこから見させてもらって。ああ、はいはいはい、さっきと違うのは、みんな目がマジで。これ結構でもなんかキャラクター知らないから、色使いは結構なんか確かに韓国っぽい。そうけどそれをあれした体操オリジナル。ああ、可能性はあるじゃない。ただ思いのほかお客さんはこいつが好きそう。これ一番最悪なのは、あんまりいらないものが高かった時が一番最悪なんですよ。それとか、それ、いいんだけど、まだ今のところ出せない。今のところで、今後、あのお風呂があれ。ああ、はいはいはい。とかね。そう、別に高くても、これなら、100円じゃない気がする。うん、なんか、1000円くらいしそう、ホームセンターで。さあ、もう怖いな、これ。さあ、一旦じゃあ、これいっとこうかな。おお、いいね。結構怖いところいってるよ。それいけるのは勇気がすごい、うん、これでよろしいですか。はい、大丈夫。キーホルダー、カメレオン。なんか結構シンプルだね。こちらの商品は100円ではございません。うわっ、わー、こちらの商品は、ちょっと待って、1182円です。え、高っ。
これ1300円のキーホルダー。1300円だ、はい、1300円。でもブランドそう分かんない、ね、結構人気なあのキャラクターがたくさんいるブランドの夏の新しいアメリカの。よく考えたら、こんだけいろんな色が散りばめられてたら、そりゃ凝ってるな。で、凝ってるよね。やっぱ、お会計ありがとうございます。これで、そうなんです。これで候補があと2つになりましたんで。いや、今、僕は悩んでるんですよ。安牌を取って、100円のものをいくのか、これならまあ、欲しいかもって思うので100円にかけてみるのか。なるほど。確実に100円だと思ってるものに行くか、そう100円だったらいいなで欲しいものに行くか、かかりんじゃなくてもまあ許せるんだよね。まあなんていうか、確実に高いとは思えないから、なんかこれは100円なんじゃないかと思うし、そのまあまあまあ最悪買ってもいいかなと思える。それこれこれあるこれいや、これはね、100円じゃないと思う。ずっと言ってますよ、なんか多分ね言ってるよ、でも結構これ100円かな。ちょっと軽くないですか、この感じ。本当になんかこっちの方がめっちゃ高いかめっちゃ安いのどっちかのか、それこそまた100円を下回るパターンの可能性もあるよね。そっち、お母さんってゴミ収集車なんですか。で、あと2つ取る。そう、僕はこれと僕はこの3つだ。でもこれも100円じゃないんだよな。じゃあもうダメじゃん。わかんない。やりましょう。じゃあ僕はもうこれにする。はい、私のゆうたろうはこれが100円だと思います。お願いします。こちらの商品はマジ？高いパターンかこれは。来たよ。こちらの商品は1万円です。うわー！出たー。お会計ありがとうございます。1万だって。え、これ一番高いやつかな。可能性はある。どうでしょう。これ1万？はい。やっぱ100円じゃなかったか。福田さん、ありがとうございます。これ何だ。確かにドイツ あの有名なブランドの。あーなんだ、ちょっと福田さんおしゃれじゃないですか。まあまあ1万だけど、まあいいか。ドイツの有名なマイセン。へぇ、さっきからずっと感が飛ばしたけど、そうちょっと自分のお皿に対してあるちゃうし。では残り、なんかもうすごい楽になったね。そう、でもあと1個なの、ね、はい、小さい方ばっかり。そうですね、僕すごいね。僕どっちかが100円だと思ってるんですよ。どっちかで今言っていいさ。いいよ。だってさ、ぶっちゃけさ、高い弁当箱のこれってあります。ああ、なるほどね。そういう着眼もっと細いとかさあると思うんですよね。でも僕は1万円買っちゃったから何でもよくなるもうどうでもよくなってきたね。もうね、今あのハイですよね。ハイな状態。ハイですよ、もう。次絶対ミュウツーだもんね。いや、ミュウツーはいかないよ。絶対ミュウツーはいかないよ。この勢いで。一番右の方がちょっともう今暴走中なんで。僕ちょっとこれ行きましょうか。行ってみていいですか。はい。僕ずっとこれあんまり高いものじゃないんじゃないかなと思ったんで、これで行きたいと思います。はい。お弁当箱。うん。こちらの商品は。100円ではございません。来ました。3分ちゃいました。やっぱこれで終了です。そうだよね、はい、こちらの商品は3600円です。うわー、まあまあまあでも危なかった。まあまあ、さっきこっち行ってたら俺次これ行くんです。二人。
3000。はい、3600円です。うそ、俺なんか分かったような口聞いちゃったよ。まあでも綺麗に、はい、みんな一人一個ずつ、右から順番に、はい、1300円、はい、税込みでは1180円、3600円、はい、で1万、はい、1万ぴったりです。はい、以上、なぜか綺麗に皆さん一つずつ持って帰って購入いただきまして、とっかよかった。トゲトゲは欲しいんだよ、やっぱそうっすね。あとやっぱ裏のあのマークもやっぱブランドのマークなのかもしれないですね。そうですね、そうです、ね、そうなんだ、あ、そうなんだ、はい、じゃあこれ知ってる人がいたら、はい、高いの分かったってことか、はい、そうです、これ知らなかったわ、分かんなかった。でもいい食器をゲットできた、はい、そうですね。いやでも良かったんじゃないですか、はい、マカロン越え1万円払ってるから超えてほしいよ。多分企画費で言えば多分今までの日じゃないぐらいですかね。ダントツですね。ダントツの企画費これいけてますから。明日のメルカリとか出てる。全部1万5000円。あそれはもう OK。 いやでも1万5000円はあの元超えちゃってるから。せどりせどり。せどりじゃん。いやでもいいじゃないですか、はい、こういう企画もなんかテレビの中でやってた企画をやるって結構僕も憧れてて、いいですね。そうでもやっぱね、テレビなんて一人でできるものが少ないんですよ。なんでこういうコラボという形で、はい、今回やらせていただいたんですけど、めちゃくちゃ楽しかったですし、まあ一番の高額賞金僕がやらなくてよかったなって素直に思ってるわけですけど、今後もちょっといろいろと深いお金もするときはぜひよろしくいただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。ということで本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。はい、ゲスト三宅慎太郎さんと湯川優太郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ジャンプ、どこへ。